はい、皆さんこんにちは。葉っぱに楽しいという漢字を書いて陽楽と読む会社の社長、紅茶社長の五十嵐です。またの名をブラックティープレジデントということなんですけど、今回ですね、前回前々回引き続いて、お茶を仕事にするということパート3完結編ということでちょっとお話しさせていただければと思います。前々回はメリットですね、お茶楽しいよとかいい人が多いよとかですね、扱いやすいよっていうので、デメリットとしては儲からないよというのと、あと結局ちゃんとした仕事ができなきゃダメですよというのと、あと農作物なのでその辺いろいろ大変だったりしますよ、することもありますよっていうふうなことをお話しさせていただきました。で、今回結局じゃあそれでもやんなきゃいけないと、やりたいという人の向けにこういうことやればより少しはマシになりますよというのをご説明させていただければと思います。では、お茶を仕事にするということで、最後にこういうことができればお茶仕事にしてもいいんじゃないっていうのを、ちょっと独断でご説明させていただければと思います。はい、まずですね、お客様のために動けるか、これは当たり前なんですけど、自分がお茶好きだからとかじゃなくて、お客様がこういうお茶欲しいとか、こういうお茶ないかっていう時にお客様のために動けるか、でお茶の紹介以外でもその納品とかですね、発送とか、そういうの知識の提供とかですね、そういうのをお客様のために動けるかっていうのが一つ。でもう一つ、次お客様視点で考えられるか、さっきのお客様のために動けるかと似てるんですけど全然違います。お客様視点ですね、自分がお客さんになった、目線、視点で物事を考えることができるわとか、ここ結構大事ですね。よくホームページとかでも、全然自分勝手なホームページできてると思うんですよ。お客さん全然いらないやつとか、よく全然他業者さんによくあるんですけど、皆さん金額知りたいのに金額全然書いてないとかあるじゃないですか。よく塾とかでもあるのかな。みんな知りたいのは、いくらかかるの？すごい知りたいのに、そこを一覧にはない、最初の目次にはないとかっていうこと。それ全然お客さん視点じゃないですよね。うちの、ホームページとかもまだまだ改善の余地はあるんですけども、多少そういうのを、頑張っていってはいると思います。はい、次ですね、一生懸命働けるかどうか、これは自分がそこのオーナーさんだったり会社経営だったりお店とかやるときですね。ライフワークバランスとか、何言ってんのと、働いてるスタッフさんは別ですよ。自分でやる場合ですね、自分でやる場合一生懸命めちゃめちゃ働けるかどうかって、それ大事ですね。はい、その泥臭いんですけど、最初のうち特にですね、そのぐらいやんないでどうするのというところはありますね。はい、これには賛否両論ある。さっきすごく大事なことですけど、もう一回言いますが、スタッフさんとか雇われてる方は全然範囲内でしっかりその中だけで働いてればいいと思うんですよ。問題は自分がオーナーとか経営とかに入ってる場合の話ですね。はい、次ですね、これは大事です。勉強し続けられるか。勉強嫌いとか言う人ダメです。本でも YouTube でも今いっぱいありますよね。勉強って別に本読むだけじゃないんですけど、でも本が一番コスパ良かったりしますね。で、その次は YouTube とかかな。そういうので、いろんなことです。お茶の勉強とかじゃなくて、セールスの勉強とか、マーケティングの勉強とか、その全部勉強ですね。それし続けられるかどうか。し続けられれば、お茶の会社に限らずですよね。お茶のお店に限らずなんですけど。別に挑戦し続けるですね。これ新しいのにどんどんチャレンジできるかどうか。これ言うのは簡単なんですけど、今うまくいってるやつで、このままうまくいってるからいいやってやった時に、いざ変化しなきゃいけない時にできないんですよ。なので何でもいいからちょっとずつ変える、これが僕たち陽楽のモットーの一つですね。ちょっと変えてダメだったら元に戻します。ただ変えるということを、やめはしないと。絶対に何かしら変えると。最悪その結果悪いことになったらそれは戻すという感じで挑戦し続ければ、うまくいくんじゃないかなと。お茶の仕事もうまくいくんじゃないかなと思います。あとですね、素直さとか取り入れる、これはあれですね、いろいろ意見を、言ってくれる人の意見を取り入れたり、本とかで書いてあったらとりあえずやってみよう、 YouTube とかで見てこれいいなと思ったらとりあえずやってみようというのが大事です。なんかの動画でも言ったんですけど、一番大事なのは自分のお客さん、商品を買ってくれたお客さんということはすごくよく聞けばいいと思います。買ってくれないお客さんではなくて、買ってくれたお客さん、買ってくれないお客さんの言うことってあんまり聞かなくてもいいと思います。聞かないっていうのは、参考にするときには買ってくれたお客さんの意見っていうのを参考にしてください。それからですね、あと苦しいときでも耐えられる、メンタリティですね。辛いなと思うときもいろいろ漫画とかでもいいんですよ。映画とかでも、なんか自分のこう苦しいときにはこれを思い出そうと思うのをやっといて、なんとかこう苦しいときも耐えられる。あと時々こうちょっとリラックスするとか、ちょっと逃げちゃうとか、ね、
ですね。それでもいいと思うので、ただ耐えられる、乗り越えられるっていうのは大事だと思います。あとこれ、まあ今まで流れ話したことと、まあ同一線上にあるんですけど、経営を入れるですね。なんとなくこうどんぶり勘定でなんとなくやるんではなくて、ちゃんとあの目標を立てて、それに対してこういうふうな売り上げで、こんな時はこうやってやっていこうみたいな計画を立てる、経営を、すると、これはもう本当に勉強した方がいいと思います。で、勉強とか先の経営とかですね、この仕事って9割お茶のこと以外を勉強する必要があるんですね。ただしお茶の勉強もしなきゃいけない、これが難しいところ。時間ないんですよ、いつも時間ないなと思ってるんですけど、なぜならば勉強したりとかいろいろすること多すぎるんですね。だからお茶の勉強し続けてもうまくいきませんし、お茶の勉強しなくても面白くないです。ということで両方必要ですよということで、それをうまくやっていける人だと、お茶を仕事にするということができるんじゃないかなと思います。今コーヒーが全盛だと思うので、まあいろんな人がお茶を売って、もっと紅茶とかお茶とかですね、日本茶とかも含めて、中国茶もそうなんですけど、もっとボトムアップ、好きな人を増やしていって消費量が増えればいいなと、思っております。いかがでしたでしょうか。いいと思った方は高評価いただければと思います。ちょっと何かですね、3回にわたってちょっと申し訳ございませんでした。はい、それでもまあ他の動画も見てみたいと思う方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、では次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。